んばんは。こんばんは。結婚して6たりです。23しもて、しもて、いやいや、お疲れさん、ピカピカありがとうございます。おつー、ピカピカありがとうございます。おししか勝たん、ありがとうございます。流れ星ありがとうございます。今日マクド行った？美味しかった？バラハートありがとうございます。ハートありがとうございます。オンパありがとうございます。結婚しておことありです。えらい、ありがとうございます。グーグー、ありがとうございます。の5月の中卒ツーショット会待ってます。結婚しておくたりです。ハートありがとうございます。結婚しておくたりです。なんか今日可愛いです。ありがとう。ありがとう。それはどうも。月1これでよく寝れる。ピカピカありがとうございます。ついに明日から28時間テレビが始まります。ついに、ついに。応援してる、ありがとうございます。始まっちゃいます。お、違う、なんか挑戦 T シャツも買えるみたいなので、ぜひ買ってみてください。前髪切ってないです。食料買い込んできました。ぜひね、見てください。髪見て、バラありがとうございます。たくさんバラありがとうございます。ハートありがとうございます。ついに、ついに明日から始まります。お疲れ。連休ずれました。すごすごい。マイク、マイクとかない。ピカピカありがとうございます。28時間起きません。今アニメはヒロアカ今やってるやつだけかもしれない。公演あるからね、28時間起きないと思います。ピカピカありがとうございます。私公演あるんで。私公演なのでね、21日が公演あるのでね。15周年見る方は頑張って起きててください。頑張って起きててください。15周年、頑張って。結婚してお二人です。お披露目も見れるから、ぜひ
懐かしいのお披露目。29、うん、でも29はねあれなのでね、だるまありがとうございます。29は昼公演初じゃない、初じゃありません。そうみえちゃんの生誕だから、みえちゃんのサイリウムを振りに来てください。昼公演は全然初じゃないですね。こんばんは。いやー、生誕はやっぱりその子のサイリウムでしょうっていう派なので、私は。ゆうちゃんのサイリウムを振りに来てください、皆さん。29当たれば4月の目解禁、やば。4月結構いっぱいあったのに。結構いっぱいあったよね。4月ってめっちゃいっぱいあった記憶があるけど、6回ぐらいありそう。4月、体感的にはどうなんだろう。29 23 21、もう覚えてない。もう覚えてないけど、めっちゃあった感じがする。5回か。 S が少なかったから、それはね寂しかったし、そのうちの1回出れなかったから、すごい全然出てない感覚。それは寂しかったですね。明日は緊急性対抗みたいなあるからね、こちらも見てください。こんばんは。そうね、無観客。花束ありがとうございます。タイムスケジュールも公開されてるので見てみてください。キャンプしながらキャンプも楽しんでください。こんばんは。普通に仕事？お仕事頑張ってください。土日もお仕事嫌だね。でも頑張ってください。明日はもう超絶超絶朝が早いので、もういい、寝ない方がいいのではと思っている。夜勤頑張れ、推しのために頑張っときます。ファイティーン。こんばんは。ゴールデンウィーク確かにね、練習後ですよ。配信あるんでお休みじゃない、すごい。
すごいね、いい会社だね。まあまあ超絶早いですよ。ゴールデンウィークの思い出思い出か、ちょっとあんまりないかもな。あのゴールデンウィークの思い出は、広島で毎年フラワーフェスティバルっていうのをやってるんですけど、去年あのそれに出たんですけど、そこで ST の憧れのメンバーさんと同じステージに立てたのは思い出かもしれないそれぐらいかな。グループライン動かしてるよ、夜みんな起きてるからさ、動かしてます。それが思い出です。ハートありがとうございます。その時の、あの尾崎セリカさんとの写真を私は LINE のホーム画面にずっとしてます。その日からずっとしてます。楽天とセブ、ちょっと野球は見ないのでわかんない。劇場にメンバー全員は経験したことありますよ。大阪、神戸行っちゃったのそう、4人で。僕はすごくないよ、すごくないですよ。今村美月さんともお話ししました。何もすごくないですこんばんは。ブルーロックね、見に行きたいなと思ってるって感じ行きたいとは思ってます。もう始まったの？もう始まってるんだ、すごくおもろい子。あざす。選抜ではないけどね、選抜になりそうな人。今日からなんだ。まあ、あ、じゃあまあまあまあ行きますまあ見に行くと思いますまあ見に行こうと思います。広島出張の人からもみじまんじゅうね。広島ってやっぱもみじまんじゅうなのかな。広島行くっていう人がいたらさ、何をお土産頼む？やっぱもみじまんじゅう。アリちゃんさんって同い年だっけ、ここは。アリちゃんさんと同い年だっけ、ここは。えぇ、ー、わかんない。やっぱもみまん。封切りって何？広島また行くの？もみじまんじゅうしか多分知らないよね。やっぱもみじまんじゅうだよね。コンサートで広島だ、いいな。ドラえもんのもみじまんじゅう、もみてん。アリちゃんさんも友達じゃないん？ 29にブルーロック行くのいいじゃん。結びむな、あ、武蔵いいよね、美味しいよね。うん？わかんない、みんなが何のコメントにお返事してくれたのか分かんなくなっちゃった愛ちゃんさん峰良だよ2004年の9月っていうことは同い年なのかな、ちょっと分かんないな
ブルーロック逆に漫画知らないけどアニメ面白いです。こんばんは。面白いですよ。あ、昨日広島行ってたんですね。吉川浩司さん、ちょっと分かんないな。やば、15分経った。オープニング割と飛ばしちゃうんだよな、ここは。浅いアニメとかネットフリで見ちゃうから。05です。05、うん、まあ05ですね。04の人たちと同級生の05ですね。早生まれなので。05って若くないよ、もうもうそんな別に若くないですね。そう、早生まれなんですよ。やば、明日早いから。私は違う違う、基準がね、土俵が違うのよ土俵が違うのよ。アイドルの19は別に若くないのよ。ゴディバのどら焼き食べないよ食べないです。日曜会いましょう。29当たったら初目を当たりますように。それはそれは当たりますようにだよそれは当たりますようにだよ。あやめちゃんと同い年か。やば、明日からっていう実感がなさすぎるけど、そんなことを言っていても激早の朝は来ちゃうので終わりたいと思います。いろ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 皆さん見てください28時間起きてる方は頑張って起きててください。それではまた明日からの28時間配信でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみー。